どうもギタリストの藤井亮です。俺流ポットファーム音作り術歪み編。はい、どうも改めましてギタリストの藤井亮でございます。今回ですね、ポットファームを使った音作りについてお話をしていきたいと思います。ポットファームというのがですね、ライジックスが出しているあのアンプシミュレーターになるんですけれども、そちらを使って、私はもういろんな動画音源を出しております。今までですね、何かしらレッスン動画ももちろんそうですけれども、おしゃれペンタ選手権やったりとか、ビビーのコンテストでやったりとか、まあそういったですね、何かしらギターを弾く動画に関しては、すべてこのポットファームを使っております。で、結構ですね、周りからも音がいいっていう形でですね、気に入っていただけることが多くて、まあ個人的にもまあかなり気に入ってるんですけどね。そういったものがあって、で、実際にどんな感じで作ってるか、じゃあお話ししてみようかなと思って、今回動画撮ってみようかと思っております。で、今までもですね、ギター関連、音楽関連、いろいろ動画上げさせていただいてますので、ぜひそちらの動画チェックとか、チャンネル登録とか、コメントとか、よかったらお願いいたします。じゃあ早速行ってみましょう。じゃあ早速ですね、ポットファームの画面見ながら進めていきたいと思います。で、ちょっと私もう夜中です。コンタクトもしておりません。何も見えませんので、メガネかけます。はい、すいません。はい、行きましょう。じゃあ早速ですね、こちらポットファームの画面でございます。こちらですね、まずお伝えしておきたい注意事項といいますか、ちょっと豆知識的なものとかっていうのをお話ししていきたいと思います。まずこのミキサー部分なんですが、こちら開くとですね、このレックのところっていうのがこういうトーン A とか B とか出てきております。これ必ずレコーディングで使う場合ドライインプットにしてあげてください。で、実際にですね、自分自身が弾いたりするときドライインプットにしても普通に聞こえます。ただレコーディングするときにどの音でレコーディングするのかっていうところなんで、これドライにしましょう。後でダウンの方で音色とか自分で決めていきたい作業をするとき、ドライで撮っておけば、このインサートの部分とかにですね、このポットファームのエフェクトを当てることできるようになってますので、これを使ってうまいことミックスできるようにしてみてください。あ、で、ちなみにドライっていうのがこういう何も音色がついてない生音ですね。はい、これちょっと戻しておきます。で、次にですね、今もちょっとデュアルっていうのついちゃってるんですが、上のデュアルのところが初期設定だとこういうオフになってます。なので、ここ部分を押して、これどっちでもいいです。どっちか押していただくと、これ2つになります。俺が作る、今回ご紹介するような音色作る場合は、必ずこれデュアルにしてください。で、あとですね、この上のニュートーンってところを押すと、こういう元々入っているプリセット含めてザッと出てくるんですが、ここでですね、ソロの部分とかこういうのを分けております。で、必ず最初に数字の0入れてください。これ0入れんかったらもうどこかに紛れて何にもわからなくなるんで、必ず0から始めて、で、俺の場合ソロを011で、バッキングとかを012で、ベースは今ちょっと入れてないんですけど02から始めるとかですね、そういう感じでちょっと変えておりました。で、早速今回ですね、まあ、実際のセッティングを見てお話をしていきたいと思うので、ちょっとソロのギター1でいきましょう。はい、こちらですね。じゃあまず、系統の簡単なご説明なんですが、この上側の方ですね、こちらが音の粒を出すためのですね、アタック感重視のセッティングになってます。で、下の B っていうのがこちらなんですけれども、これが歪み重視っていうところですね。で、ここで今 AB ランプついてるんですが、今両方ともの音を使うになってます。で、左側のこのスイッチを押すと A だけ、B だけっていうのが切り替えられるっていう仕組みですね。で、ちょっと順番にお話ししていくんですが、まず A の方ですね、ちょっとサウンド先聞いていただきましょう。これが A です。で、次。こちらですね。まあ今は聞いてわかるように A の方がバリッとしましたよね。このアタックダーダーダーっていうのになってました。で、B の方は、ただ、ジャージャージャーっていうこの歪み感っていうのをですね、思い出しているような状態ですね。で、今これ2系統を超えてデュアルっていうのを出してあげることによって、こういうジャージャーといういわゆる歪みっていう土台もありながら、この、上の方のですね、そのバリッと感みたいなところっていうのを足し合わせることによって、アタックもしっかりと作られた音色を作ることができるようになってます。
で、どうしてもアンプシミュレーターっていうのが、そのアタック感がないものっていうのが結構多かったりするので、まあ、そこでですね、こういったものを活用していただくと、綺麗な音鳴らせますってところですね。で、これ合わせた音がこちらです。はい。いいですよね。はい、俺大好きです。で、この音ですね、順番にちょっと説明していきましょう。まあ、ノイズゲート両方挟んで、で、ここにコンパクトなエフェクター挟みたければ入れていただく。で、アンプのヘッド。で、キャビネット。で、EQ。で、ディレイ必要やったらディレイ入れてあげて。で、こちらが、リバーブですね。で、この薄くなっているのが今オフにしているものです。で、ちょっと順番にお話ししていくんですが、ノイズゲートこれ最後にします。初期設定のままに一旦しておいてください。で、このチューブドライブ、ここが結構重要です。これチューブドライブっていうところの、まあ、これセッティングはまあある程度自分で好きなものをしていただくといいんですが、一旦これ真似てみてください。で、ここで次重要なのが、このハイのところ。ここのハイのところで、輪郭が変わってくるんですね。ちょっと A の方にしますが、これ今の状態。これ、ハイを下げると、さっきのバリとかなくなりましたよね。で、もう一回上げます。はい、今かなり上げましたが、このブリブリブリっていう形のですね、このアタック感っていうのをこう出してあげると、かなりダイナミクス感っていうのを出してあげることができるようになってます。だいたいこの6か5ぐらいかでやることが多いかなっていう気がしますね。はい。で、次にですね、このアンプの方ですね。これに関してはこのライン6の、このスパイナルパペットかな。これしか使い物にならないです。はい。もうほんまにこれのために使ってると言っても過言ではないレベルですね。で、セッティング、A の方がこんな感じ。で、B の方がこんな感じですね。もう基本ベース、ミドルはもうほぼマックスです。で、トレブルの部分が、いわゆるバリバリ出ちゃう部分だったりするんで、どうするかっていうのをちょっと決めていくようなイメージですね。で、あとこのバリット感、あと歪み感っていうところ、このボリュームでいわゆるバランスを取るような形になるんで、ここもある程度ご自身で、決めていってください。まあ、ただ基本、ちょっとだけボリュームがこっちの歪み側の方が多くて、バリット感の方をちょっと下げるようなイメージになってますね。で、次、こちらのアンプのキャビネットです。これも、この 4×12 のライン6、これしか俺はなかったですね。もうそれ以外は、ちょっと音微妙でした。まあ、全然もちろん好みで使えるものあると思うんですけれども、俺のサウンドを出したい時にはもうこれだけですね。で、ここで必ずこのルームのところっていうのは0にしてあげてください。これ下げてあげると、この、ウランウランって遠くで鳴ってる音。これはもういわゆる残響音とかほとんどないような音ですね。で、今ちょっとリバーブかけてるんでこんな感じの音になってるんですが、リバーブ切ると、はい、すぐ切れます。こういう感じで、セッティングをしましょう。で、ちょっと EQ 飛ばしますが、このリバーブ、今お話ししたように、この自然な音の切れ方をするためには、このブライトルームが抜群です。で、初期設定からこれ全く変えてません。変えんでも結構ええ感じになるんで、そのまま使ってあげていいと思います。で、あとこのミディアムホールとかですね、このあたりに関しては、結構残る感じですね。で、下の、このスタンダードスプリングとかあるんですが、これも、こんな感じですね。ふわーっと残る感じになってます。で、次にですね、EQ ですね。EQ のお話に戻るんですが、これだいたいローカット両方ともかけてます。A の方、B の方ですね。はい。このローカットかけた上で、このアタック感の方は 500Hz と 1.2kg 上げてる感じですね。で、こちら、下の、歪みサウンド側の方は、ローカットと、240Hz のところ削ってますね。まあ多分これはですね、ダウ側の方で毎回ここの Hz 数多分削ってたんですよ。で、多分それやったらこっちで削ってもらえってことで、先にやっちゃったんやと思いますね。で、あとこの 1.5kHz、他こっちでは上げてなかった Hz 数をちょっとだけ上げてる感じですね。で、あとディレイに関して今ここにもセッティングしてるんですが、ほぼ使わないです。基本的にはもう DAW 側の、ディレイを、まあ、そのまま当てちゃうことが多いですね。ただ、使いたければ使っていただくってところで、大体このデジタルディレイしか僕は使わないですね。で、これでさっと最後にですね、このノイズゲート。これがかなり重要なお話になります。で、これノイズゲートなんですが、まずこれ今 A の方、これちょっとオフにします。はい。結構ノイズ出てますよね。はい。
これが今、普通に手を押さえてます。押さえてるというか、触ってミュートしてる状態ですね。この状態でも鳴ってるんですが、オンにした状態の時に、あんまりそのザーって音が鳴らない程度に、ここの、左側のノブですね、ここの調整をしていただきます。で、これをやりすぎると、結構歪みの量が減ったりする部分とか、あと弱く弾いたところが、反応が悪くなったり、あと伸ばしてる最中に変なところでブーって音が切れちゃったりするんで、自然なところ。なので基本的にはまあ -60dB ぐらいかなっていうところでやっていただくといいと思います。で、B の方も同じですね。だいたいこれも、そうですね。58とかですね。これぐらいの状態で十分やと思います。で、実際に DAO とかでレコーディングしてやるときって弾いてないとこってノイズカットとか、自分で音をカットしちゃう、切り取っちゃうような状態をすると思うので、まあ、ここに関してはある程度やっていただければいいかなってところですね。はい。では、これで以上でございます。で、こんな感じで、作っているんですが、プラスアルファはですね、この左上の四角4個のとこ、ディストーションのところなんですけども、こういうスクリーマー、これチューブスクリーマーですよね、多分。と、あとこちらにブースト、プラス EQ っていうのがあるんですが、周囲この2つぐらいしか俺はまあ使わないですね。まあ、これを入れてあげると、例えば、この下の方につけて、まあ、ドライブちょっと下げときましょうか。で、こっちもちょっと下げとかないと多分歪みがきついですね。これやると。はい。さっきと音色ちょっと変わりますよね。これオフにしてちょっともう一回歪み上げると。うん。こんな感じでですね。こっちは今スッキリしたサウンドなんですが、このスクリーマーを入れてあげると。うん、こんな感じのですね、ネバッとした音を作りやすいようなイメージになったりします。これも好みやと思うんで、入れたければ入れていただくといいと思います。で、基本これがベースになってきます。なんで、バッキングとかに関しては LR 分かれてるんで、こういうスクリーマーを入れてるタイプ。で、さっきのディストーションの中の、このブースト、プラス EQ とかですね。このあたりを割り当ててあげて、弾くとか。はい。こんな感じでですね、音色っていうのを作ってあげると、左右、ちょっと音の違いみたいなものが生まれたりして、LR 感っていうのを出せるようになってくるかなと思うので、よかったらこれも、ちょっと試してみてください。で、あとですね、こちら、ソロとかで、この C ってなってるのはクランチなんですけど、まあ、このあたりがオシャレペンタとかでよく使ってますね。うん。こんな感じのブリブリブリバリバリバリって感じの音ですね。はい。まあ、こんなんもいろいろ、ちょっと下げて、作ってあげる。あと、このハイをちょっと上げてあげるってとこですね。これを意識してあげると作りやすいですね。で、こちらでですね、音色の紹介、これで以上でございます。まあ、実際にこのポットファームをですね、ご利用されてる方がどれぐらいいらっしゃるか、正直ちょっとわからないんですけども、実際に、まあ、使ってらっしゃる方もですね、この音作りの一つの参考になればいいかなと思ってますので、よかったら、ちょっとこれをやってみていただければと思います。ただまあ、ここでですね、いい音作ってもですね、最終、ギター自体がうまく鳴らせてるかどうかっていうところをですね、そうかなり重要にはなりますので、今までのレッスン動画とか、よかったらご覧いただいて、ぜひ成長していただければいいかなと思っております。はい、では今回の動画はこれで以上でございます。よかったと思っていただいた方はですね、高評価とかチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。では、ギタリストの藤井亮でございました。また別の動画でお会いしましょう。さらばじゃん。